今回は7月のまとめ会ということで、枯葉と F ブルースというセッションでよくやる2曲で復習をしていくという内容です。こんにちは、サックス奏者の市川海です。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。本当に暑い日が続いてますが、皆さん大丈夫でしょうか？水分補給など熱中症対策怠らず過ごしてください。さて、前回のフレーズの終わらせ方の動画ですね、すごいいろんな反響をいただいて本当に嬉しく思ってます。コメントもいつもの倍以上ぐらいついておりまして、いろんな方の役に立ったみたいで本当に良かったです。引き続き頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。さて、いつもの収益化目標の経過報告ですけれども、なんと前回の動画のおかげか、チャンネル登録者数が800人を超え、動画再生時間は1200時間を超えていました。本当にありがとうございます。今後も役に立つような練習方法など紹介していこうと思っています。ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。さて、今回は7月のまとめ会ということで、前半はコメントで質問いただいた内容に返信したり、アンケートでいただいた疑問にお答えしたりしようと思っています。後半は枯葉と F ブルースを題材に、ペンタトニックやフレーズの終わらせ方について復習できるような内容をお届けします。今回も楽譜のダウンロードなどありますので、ぜひウェブサイトの方からダウンロードして使ってみてくださいね。現在視聴者アンケートやってますので、もしお時間ある方、このチャンネルへのご要望がある方、ぜひそちらにご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは早速、コメントやアンケートで質問いただいた内容について簡単にお答えしていこうと思います。まず前回のフレーズの終わらせ方でご質問いただいたコメントについてですね。1曲分ソロを覚えるとどんなメリットがあり、どんなスキルが身につくのか、こんな質問でした。これについての回答ですが、まずその曲でソロが回ってきた時、反射的に1コーラス分演奏することができるっていうのがありますね。皆さんセッションなどでソロを取る時、何コーラスかソロを取ることが多いと思うんですが、そのうち1コーラス分ネタに困らず演奏できるというような感じでしょうか。また何コーラスかソロを取るとき、ソロ全体の構成まで組み立てて演奏できたら嬉しいですよね。盛り上がりを作ったりとか、そういうのやってみたい人は多いんじゃないかなと思います。その上で1コーラス分はこういうコンセプトでできてるから、2コーラス目は変えていこうとか、アイデアを発展させることができると思います。ソロの構成についてはまた別に動画を作ろうと思ってますので、そちらをお待ちください。そしてソロを覚えていることで、周りのリズム隊とかですね、自分と一緒に演奏してくれるメンバーの演奏を聞く余裕が生まれていると思います。自分が演奏しているものがどんな状態なのか、タイムやリズムの噛み合いなどに意識を割くこともできますね。ご質問への回答はまあこんな感じでしょうか。コメントどうもありがとうございました。質問がある方、ぜひコメントやアンケートの方にご記入いただければ、お答えすることができるかもしれません。では次はアンケートでいただいた質問の中からいくつかお答えしようと思います。たくさんのご要望をいただいてまして、全てに目を通しています。動画の内容については、初級者から中級者向けの内容にしていきたいと思っていますね。特にゼロからアドリブをできるようにしたい方に道筋を提示すること、そして中級者以上の方には新鮮に感じるような練習のアプローチを紹介できたらなと思っています。ただ実はこの2つはよくよく考えると同じようなものなんじゃないかなとは実は思ってます。まあ、説明する側の視点だとっていう話なんですけどね。また一つフレーズを取り上げて、それについてどういう風になってるか解説してほしいっていうようなご要望もありました。ここは動画の時間と相談しつつ、今後トピックの一つとして取り上げるかもしれません。ただ、まあ、個人的に思っていることが、ある曲の1コーラス分というまとまったサイズの演奏をすることで得られるものってあるので、初心者向けと中級者向けを両立させるためにも、基本的にはワンフレーズというより1コーラスという形をとっていくと思います。まあ、ただ分かりません、状況次第です。あと全長でフレーズを練習するっていうのをやってほしいっていうご要望もありました。ちょっとレベルが高い話だなぁと思うので、今全長で練習する時のコツを簡単にお伝えしますね。それは全長で練習をする時は一切譜面を使わないっていうことです。もちろん全長で練習しようと思ってる元のフレーズ、これは楽譜に書いたりして度数だとかそういうものを整理するのは必要だと思います。ですが他は全部頭フル回転して頑張ってやりましょう。譜面に起こしたら全長練習の意味ってほぼないと思うんで、ちょっと厳しいですけどね。
だいぶ厳しい返事であるとは思うんですけれども、練習を意味あるものにするっていう考えの中では、まあ、すごい真っ当な意見だと思います。難しいんですけど、ぜひトライしてみてもらえればと思います。アドリブを取る上で必要な能力の一つはかなりレベルアップすると思いますんで、まあとか言いつつ相対音感のトレーニングみたいな話をすることが今後あるかもしれません。その中で前兆練習を実際やってみようみたいなことはまた言うかもしれません。さて、いただいた質問への回答はここまでにしようと思います。質問が取り上げられなかったという方、いただいた意見は全部ちゃんと目を通しています。いずれ動画の内容の一部としてお答えできたらなと思っております。さて、お待たせしました。それでは本編の方に入っていこうと思います。今回は7月中に出した動画、ペンタトニック攻略、リズムの覚え方、そしてフレーズの終わらせ方、この3つの内容を枯葉と F ブルースというセッションでよくやる2曲で復習をしていくという内容です。いつものように個別のトピックを動画にしていくことも考えたんですけども、それだと内容がちょっとこう散らばっていっちゃうのと、進めるスピードが速すぎると思ったので、今後1ヶ月に一度その月で紹介した内容をまとめる動画を作ろうと思います。また月1回のまとめをすることで、個別の回でカバーしきれなかった内容や補足、具体例をたくさん出せるというメリットもあります。動画を通して実際アドリブができるようになってほしいと思っているのと、個人的にこう情報が散らばってるのが好きじゃないので、まとめを挟むことで整頓したいっていうのが正直な気持ちです。また最近ありがたいことにレッスンのお問い合わせとかいろいろいただいたりして忙しくさせてもらっています。その中でなおさら自分の振り返りをする時間も設けたいなと思うのもありますね。さて、今回復習する3つの項目について、ペンタとフレーズの終わり方についてはこの後の実演そして解説を行いますが、リズムの覚え方は強弱をつけて歌おうという話なので、ほぼほぼ解説しないと思います。ご了承ください。前置きが長くなりましたが、早速枯葉のソロを聴いてもらおうと思います。いつも通り楽譜のダウンロードもありますので、ぜひご利用ください。基本的には前回の動画で紹介した4つの割り方を使っています。1コーラス目はペンタの音数制限で展開を作り、2コーラス目の音使いは曲のメインの調である Am、そして C メジャーのスケールを使っています。それではどうぞお聴きください。さて、いかがでしたか？今回も練習用にフレーズの終わり方だけを書いた譜面も用意しています。練習方法は前回と同じですので、ちょっと割愛させてください。また練習用動画もありますので、ぜひ使ってみてくださいね。さて、ただ演奏してだけだと面白くないので、今回はこのソロの構成、音使い、リズムをどうやって選んだか、このあたりも解説しようと思います。
全部はちょっと難しいんですけど、要所要所かいつまんでご説明しますね。まず A セクションは3音のペンタ、ラドミ、これだけで演奏しています。かなりやっぱり窮屈ですね。ちなみにペンタを増やして5音まで持っていってもファの音は使えないので、 Dm7、G7、Fmaj7、Bm7 フラット5、E7 フラットナインス、このあたりのコードはずっと演奏しにくさが残ります。このあたりが一つのペンタで何とかしようとするやり方の限界って感じがしますね。そして B セクションではソの音を加えた4音でソロを取っています。ソの音はどのコードの上でも結構使えそうな感じがしますね。 E7 の上でもシャープナインスというテンションの音なので普通に使えます。 C セクションではこれにレを加えた5音でソロを取っています。 Bm7 フラット5、 E7、Dm7、G7、 このあたりの上でレが使えると自由度が高まった感じがしますね。D セクションはミのフラットを加えたブルーススケールを使っています。終わり方にちょっとこうブルージーな感じがするようなフレーズを入れてみました。ソロの構成や展開はどうなっているかというと、枯葉のテーマを演奏する時の盛り上がりをソロでもそのまま踏襲するような感じにしています。 AB は落ち着いて、 C からフレーズを長くして徐々に盛り上げていき、 D でリズムを前面に出してリズム帯を煽ってブルージーなフレーズで締めるというまとめ方にしています。そして2コーラス目は音使いの制限を外しています。基本は C メジャーと A ハーモニックマイナー、このスケールの音を使っています。ファや C、そしてソシャープが使えることでどれだけ自由になるか演奏して体感してみてください。 H セクションに入る前までは1コーラス目とフレーズの終わり方のリズムを同じようにしています。まあ最後の音の長さはちょっと変わったりしてますけども、2コーラス目ということで1コーラス目よりもフレーズとフレーズの隙間はちょっとこう減らしているような感じで作ってますね。しかしリズム帯が合いの手を入れるような余地は残しています。こちらも最後に向けて盛り上がるような構成になっていますね。2コーラス目は使う音域も上に拡張することでテンションを上げているような感じを出しています。あとフレーズの終わらせ方の動画の時に1個話さなかったことがありまして、何かというとフレーズの終わらせ方って次のフレーズの始まり方に大きく影響するんです。いい終わり方をするといい始め方につなげやすい、良いフレーズとフレーズの間を取りやすいというか、音使いというよりはリズム的にいい選択をしやすいというような感じですね。こんな感じのことを考えながらソロを作ってみました。ぜひ吹いてみてくださいね。さて次は F ブルースで同様のことを実演します。まずは聞いてみましょう。先ほどの枯葉と同じようにペンタの使う音を増やしていっています。構成や展開は使う音域が広がったり、音を伸ばすことが増えたり、フレーズが長くなることでつけています。こちらもぜひ練習してみてください。さて今回の動画いかがでしたか。いつもよりちょっと軽めになったと思います。皆さんの練習の役に立てれば何よりです。より深い内容を知りたい方、また曲ごとの詳細な解説が欲しいっていうような方はぜひレッスンやってますので、そちらをご利用ください。またコメントや視聴者アンケートのご回答お待ちしています。次回はアドリブの一番最初、基礎的なアプローチ、これについて説明をする予定です。それを行うためにどういう基礎練習が必要なのかとか、そういうところもセットで、曲を題材にして解説をしていこうと思っています。
今回の動画が面白かった、次の動画も見たいという方、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。